ミュージックスタート。Jagger, I've got the moves. Jagger, I've got the moves.
しているんですけれども、はい、今回のお題は対戦相手がですね、セレッソ大阪ということもあって、セレッソ大阪、ティーナが好きな関西グルメ、関西グルメをみんな発表してもらいたいと思います。なるほど、皆さんもありますか？好きな関西グルメあります？たこ焼き、おー、王道なたこ焼き、美味しいですよね。さっき食べてあった感じが、お、さっき食べてた、さっき食べてた、早い、早かったです。はい、それでは自己紹介いきたいと思います。はい、ではマイクを渡します。はい、はい、みなさんこんにちは。こんにちは、タガンティーナ5年目になりましたマイです。はい、私の好きな好きな関西、先日私4月に USJ 行ったんですけど、その時に買ったやつが551の豚まんあらを買いました。毎回大阪行く時買ってるんですよね。大行列。そう、新幹線の時間迫ってたんですけど、やっぱりどうしても買いたくて並びました。新幹線食べた？食べてない。帰ってから食べた？帰って食べました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。次は、はい、サガンティーナ6年目になりました、エリコです。よろしくお願いします。お願いします。私が好きな関西グルメなんですけど、何かな、水なすです。水なす、皆さん水なすって知ってます？多分関西の人しか知らないのかな。私も関西に行った時に関西の方から食べさせてもらったんですけど、生で食べれるんですよ、なすびが。フルーツみたいにみずみずしいやつなので、ぜひ皆さん機会があったら食べてみてください。ぜひ水なす、はい、エリコのおすすめだそうです。はい、私は去年大阪に行った時に食べた焼き芋アイス、
焼き芋アイス初耳なんだけど、焼き芋とアイスで、しかもそのアイスも焼き芋の味なんですよ。もう本当にもうめっちゃくちゃ美味しいので、ちょっとあの場所は分かりづらいところにはあると思うんですけど、焼き芋アイスで、はい、探してみてください。ぜひ皆さん行ってみてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、皆さんこんにちは、サガスティーナ5年目のミカです。私はですね、まあ多分皆さん王道なんですけども、はい、たこ焼きですね、はい、で、クックールクックールのたこ焼き、いつもクルルクックルルクックルクックル、あのいつも言い間違える、そう、ずっとクルルって思ってたらクックルだったり、どっちが本当かわかんないんですけど、クックルですね、クックルですね、のたこ焼きは絶対、はい、レイチェルと一緒に食べるっていう、アウェイに行った時は、はい、新幹線乗る前に食べるっていう、いや本当に美味しい、一人一箱一箱食べるもんね、あの皆さんもぜひ、もう食べてると思うんですけど、はい、おすすめです、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ次は、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは、サガンティーナ2年目になりました、みゆうです。私のおすすめの関西グルメは、はい、カスうどんって知ってますか。カスうどん、ホルモンを揚げたのをうどんの中に入れてるんですよ。結構味がしっかりついてそうな感じ。そう、それがめちゃくちゃ美味しくて、たこ焼きとお好み焼きの間にそれ食べたんですけど、箸休めみたいな感じ。頭の中カスうどんでいっぱいでした。そんなカスうどんだけど、はい、今度行った時にぜひ食べてみてください。みんな食べてください。はい、ありがとうございます。次は、はい、サガンティーナ1年目のメバエです。はい、私のおすすめする関西グルメ、大阪のグルメなんですけど、私は去年1年間大阪に住んでいたので、ちょっと被らないものを発表したいと思います。何かな、気になるね。西成というところにある鍋屋っていうお店、ご存知ですか。あ、最近インスタ映えで有名なんですけど、すごい、鍋にこれでもかっていうぐらいの牡蠣が乗ってるんですよ。へー、リーズナブルなお値段で楽しめるので、ぜひ行ってみてください。ありがとうございます。おすすめです。はい、ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、サガンティーナ2年目のユリアです。大阪でおすすめ、はい、関西でもいいよ、関西グルメ、大阪に行った際に、私はお寿司が好きなんですよ、はい、お寿司が大好きで、大阪に行ったことあるかな、ジネーさんっていうお寿司屋さん知ってらっしゃいますか。結構うなずいてる方が一人いるんですけど、そこにうなぎバターっていう、うなぎバター、うなぎの上にバターが乗ってるんですよ。へー、高カロリーなんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。なので皆さん行かれた際はぜひジネーさんに、はい、寄ってみてください。はい、ありがとうございます。では、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。サガンティーナ12年目になりました、カオリンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、関西グルメ、関西グルメ、関西グルメ、私は串カツかな。え、串カツ、串カツ、うん、あれあれ串カツ、じゃあさっき変えたもん、変えたもん、うん、分かった。うん、やっぱ串カツが一番かなと思って、ちょっとかぶったなと思ってごめん、言ったもん勝ち、ごめん、もう一回言うけど、うん、私串カツが大好きです。特に、はい、あのアボカドの串カツ、すごい美味しいんですよ。なんか食べたらなんかクリーミーな感じでとろってなってて、すごい美味しい。じゃあぜひ、はい、ぜひ食べてみられてください。アボカドの串カツ、うん、おすすめなので、はい、はい、ありがとうございます。はい、お次は、はい、私11年目になりましたレイチェルです。よろしくお願いします。私はですね、さっきカオリに取られたんですけど、私も串カツがおすすめです。さすが、はい、揚げ物大好き、はい、で特に私はカニの串カツ、カニ、あとレバー、レバーの串カツとかは結構好きなので。カニの串カツってあるの。うん、あった。へえ、ミカといた時に食べたの。あ、レイチェル、そういうコアな感じ、コアな感じが好きなおすすめです。はい、今日はこのメンバーで盛り上げていきたいと思いますので、ちょっといつにも増してですね、ちょっとクマが増えてるかなっていうところが、あ、頭ね、頭のクマが、クマの方、はい、はい、
今日熊が3体一人あの嘘つきがいる一人嘘つきいる見えない見えないあでも心が綺麗な人に見えるかも見えるかもしれない、うん、皆さん見えますみたいな頭にそう今日は熊率が高くて、はい、でちょっとあの皆さんの中にもですね同じ熊ヘアの、はい、女の子もいるのでバイバイ皆さん一緒にちょっとグルメも楽しんでいただきながら盛り上がっていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあまだまだ続きますウェルカムハウス、はい、皆さん盛り上がっていきましょう、はい、ちょっと暑いので熱中症対策万全にしながら飲み物をちゃんと飲んでくださいねよろしくお願いします。